皆さんおはようございます。舞茸偵察第2弾ですね。連日厳しい暑さが続いた新潟県です。なんとね、山に上がる日に恵みの雨をもたらせてくれました。今日もこの大きい一本目の奈良の日からスタートしていきたいと思います。今年は春からちょっといろいろなねヘルメットを試してるんですが、実はこれキャップ型ヘルメットです。前回のハット型の時も実はねヘルメットだったんですけど、なかなか小さい枝とか頭にぶつけた時に結構使えるなという印象ですが、今日も何か起こらないよう、ね、体も守りながら歩いていきます。ここは前回ね熊の糞があった場所なんですけど、また熊が木の実を食べに来た形跡があります。これだけ高いところまで登って、ね、枝を折って食べてるんで、ね、今年はこの舞茸ルートは本当に最新の注意で行く必要があります。例年通りだと今ぐらいの時期はこの山に舞茸が出ててもいい時期になってくるので、今日は舞茸はじめ、ね、他のキノコが何かしら取れたらいいなと歩みを進めております。やっと雨が降ったので、これでね山にちょっとこう刺激が入る感じなので、もしかしたらやっぱりね今年は遅いかなっていう反応かもしれませんが、出がかりも含めてね舞茸ちゃんの姿が見れますように。道に熊の糞です。さっきの木の実を食べた熊ちゃんの糞かな。あー今日もドキドキする。警戒しながら奥へと奥へと進んでいきます。春もいつも熊に警戒して山に入りますがね、近年逆に熊鈴と声を出して歩くと熊が寄ってくるという人慣れした熊がたくさんいる事例もあるので、やっぱりねうまい形で共存していければいいのかな。まあでもやっぱ人間がね自然界に足を踏み入れさせてもらってるから何とも言えないけどね。いや今日はね前回よりもチェックするところがたくさんあるので、前回行かなかった木も見に下がっていきます。さあこの木の周りをぐるーっとチェックしていきます。すごい生い茂ってるここ。てしまった。枯れ木は絶対掴んじゃいけない。枯れ木を掴んでしまった。一回転で済んだ。危ない。今落ちたけど意外と冷静な自分にちょっとびっくりした。今年は春の山菜の時と合わせて落ちるね私。もうこの山で何回も会ったことあるけど、なんと幸いにも大きい怪我したことないんですよね私ね。なんかこの山に守られてる感じが勝手にする私です。熊の足跡、うん、手をペタッと覆ったような、今日は至る所に熊の痕跡があります。1個目のおにぎり休憩です。やっぱり山は2時間歩くとお腹が空きます。山菜もキノコも同じだね。正面に立派なブナの木です。名前が書いてある。そうここに誰かが来たことがある跡だね。この木はね高市さんが見つけた当時ですでに倒れていたそうですが、ね、それ倒れた後も定期的に舞茸が出ていくそうですよ。高市さんが金足を
っとしました。こうやってね、毎年何回も逃げたのに気づかないでなくすんですね。見つけました。やっぱりね、アイゼンより金足の方が歩きやすいんでね。私アイゼンで歩いたことあるけどね、やっぱり金足の方がね、山歩きは歩きやすい。ここでスキーうんちくを一つね、今アイゼンの話になりましたが、スキーはつま先を使わない体の使い方をしますが、この金足はね、かかとと足裏真ん中の3点の歯なので、つま先は基本的には使わない構造になってます。アイゼンはつま先まで歯があるので、どうしてもね、だいたい四頭筋ばっかり使って歩いちゃうんですけど、この小骨をね、しっかり使って斜面を歩けるようになると、一番無駄なくね、パワーを発揮できるので、省エネな山登りができます。で、その体の使い方っていうのはスキーにも通ずるものがあるので、私はやっぱり断然金足です。この山チャンネルシリーズ、獣と共存する獣道、ここは本当の獣が作った獣道です。ね、クマが歩いてある跡があるそうです。そしてね、やっぱりなんとなく道型です。ここのルートは獣たちに感謝ですね。ありがとう。毎回 GPS を、ね、道をルートを取りながら歩いてて、高市さんやっぱすごいなと思うのは、なんかこう無造作に適当に歩いてそうな何にもない山の斜面が、実はね、毎年歩いてる道っていうね、記憶力が本当にすごい。こうやってね、もうかなり標高差、今斜面上がってきましたけど、次のお目当ての奈良の木です。本当に長年の経験は学びがたくさんあります。本当すごい。今高市さんが歩いてる方向、こっち昔の道が良さそうです。言われないと分かんないな。山道は本当に通らなくなると一瞬で自然に帰ります。だからやっぱりね、地図も大事だけど経験も大事ですね。奈良の木の下で食べる2個目のおにぎりです。残念ながらここまで前回同様に何もありません。で、後半戦に向けてしっかりエネルギー補給して出てることになりたいですね。高市さん、あんまり気がしない方がいいなそうなの、うん、っていうことなので、程よく期待しながら頑張っていきたいと思います。後半戦はここから、なんと今日は新規ルートを開拓するそうです、高市さんがちょっとドキドキワクワクハラハラ、どんなルート開拓になるか楽しみです。クマさんが歩いた跡があるそうです。やっぱりね、道を作ろうと思う通りやすいところと、クマさん、獣さんが歩こうと思うところ、やっぱり一緒ですね。本日初キノコ、まだちょっとちっちゃいけど、紫一本しめじ、紫しめじ、しめじ、うん、ちょっとね、ここにも見つけました。ちっちゃすぎてどうしよう一応収穫。このいつもだとかなり下ったところからぐるーっと一周回ってくるルートに、真横一本で出れるようになります。さあ、紫色一本しめじを発見しました。あーね、ここポツポツ出てるよ。高市さんも発見しました。取ってきましょう。やぶこぎしてて発見しました。標高が一番高いとこじゃないから三角点ではないと思うんですけど、もうこれもね、昔測量だかなんだかを上がってきた人たちがつけていた印です、ね、現代は今こうやっていくらでも GPS で自分がどこにいるか分かったり、ね、地図が見れますが、やっぱりね、昔の先人たちの方々のおかげなので、こういうのを見るとちょっと感動します。
ありがとう。ようやく前回のね最終目的地だった奈良の木まで到着しました。今日はまだ出てないそうです。出てくれるかな、新規開拓ルート、ね、紫しめじの収穫がありましたがね、残念ながら最終目的地であった前回のね舞茸の木はまた出がかりがありませんでした。開拓したルートを通ってきたおかげでいつもね登ってくるところを下って降りれるというすごい楽あとはね舞茸が取れたら言うことないんですが、さてこの先の下山のルートは出ているかな、ね、今日は前回行ってないところまで幅広く行ってますが、これ、ね、なかなか舞茸出てないですね。これもね一回も出たことないそうです。この日も今日も終盤に差し掛かってきました。ただの山歩きトレーニングで終わっちゃうか、残り何本かで出てくれてる舞茸がいるか、果たして前回は行かなかった1、2年おきに舞茸が出る木のもとへ今一生懸命下っております。で今日はねそこが大体のルートのラストチャンスになるので、出てるか出てないか、最後のね出たことがある舞茸の木に向かう途中に出たことないこんな立派な奈良の木ちゃん、いつか出てくれるようになるかな。ここも立派な奈良の木ちゃんです。ここはどうかな、まだ出てなさそう。この辺にね出る、この木はこの辺に出てくれます。出てくれよ出てくれよと今日最後のお目当ての奈良の木ちゃん、今ね全体的に見ましたが残念ながら出がかりはありませんでした。今日も舞茸ゲットならずです。今年の舞茸ちゃんこの予想以上に出が遅い模様です。なんと慰めてくれるかのようにキクラゲちゃんを最後発見しました。それを収穫として高市さんの元に戻っていきたいと思います。ありがとうございます。この奈良の木から残りあと下山ルートは7本木があります。そのうち舞茸が出たことあるのは2本です。果たして今日は出がかりあるかな。せめてね次回以降来る時のために出がかりぐらい見つけたいんですが、出ててほしいんですがね、最後望みをかけましょう。本日ラストの木です。残念だそうです、ここのルート舞茸偵察2日目でしたが、2回目もねなんと残念ちゃんです。例年だとこの15夜前後の日程で来ると必ずね何かけか取れるんですけど、今年はやっぱりいろんなキノコが不作なのと同じように舞茸も出るのが遅いか不作か、ね、また1週間ぐらい空けて上がっていきたいと思います。皆さん今日も見ていただいたのに舞茸の映像をお送りできなくて残念です。また根気強く次回も見てください。今日もありがとうございます。